渡辺英一は、日本の政治家。自由民主党衆議院議員。岐阜県美濃加茂市出身。1990年区一当局日大受賞受賞。1938年名古屋高等商業、学校卒業。卒業後は、家業の酒造業、三代桜に従事した後、岐阜県大田町長を2期。1954年からは、 新たに誕生した美濃加茂氏の初代市長を3期務めた。市長在任中の1963年、衆議院議員総選挙に、旧岐阜2区から自民党公認で出馬し初当選。以降連続当選10回したが、1972年の第33回衆議院議員総選挙では、藁村ららが村ぐるみで渡辺を支援した結果、村長、助役、村議会議長、 ンギらが選挙違反で逮捕され、村議会も自主解散に追い込まれるという事件も発生した。国会議員時代には船田中に支持し、船田派のメンバーであった。船田中が亡くなった後には、竹下登率いる、形成会に所属した。建設政務次官、衆議院懲罰委員長などを経て、1979年11月、 第二次太平内閣の建設大臣として初入閣。1993年政界委員会。1997年6月16日。肺炎のため死去。去年78。長男は、元、美の鴨市長の渡辺直義。ありがとうございます。